どうもこんにちは、鉄道好き総来鉄です。今日は熊本県の路面電車の駅八丁馬場駅に来ております。熊本県はオラが初めて行く県です。ホームを見てください。めっちゃ小さいホームです。では早速行ってみましょう。このホームはめっちゃ狭いので気をつけながら歩きましょう。八丁馬場ってなんか駅名が変な名前ですね。後ろからはなんか青い路面電車が来ています。では待ちましょう。先頭のは青色で、一番後ろは黄色の電車が来ました。後ろからはなんか茶色い路面電車が来ています。では待ちましょう。ホームが狭いのでめっちゃ目の前に路面電車が止まりました。さっき今発車した電車に汽笛を鳴らされませんでしたか？電車もホームも狭いですので自由に動き回ることはできませんね。もう間違っていませんでしたか？緑色の電車に来ました。そして水色の電車も来ました。しました。今なんか汽笛の音が聞こえました。後ろではなんか心を感じました。木刀のように黒いですね。先頭にはハートマークが3つついています。心の電車は10秒もしていないうちにすぐ発車しちゃいました。実は先頭の上にもココロのハートマークがついていたんです。お、発車するみたいです。なんか右側には A というカードみたいなやつが入れてあります。あれは何のことでしょう。古い電車が来ました。先頭には中華人民共和国の国旗とただの白色のよくわかんないやつが塗装に貼られています。もう発車しちゃいました。では早速下りのホームに行ってみましょう。黄緑、青、赤の色で夜遊びの曲、三原色みたいな色になっていますね。もう行っちゃいました。今日の熊本市交通局はいろいろ電車が来ましたね。ただホームは狭く電車は遅く、電車がめっちゃ目の前に止まっていますので危ないなぁと思いました。今さっき発車したドイツの国旗が書いてあった路面電車、何でしたっけやろね。また路面電車が通過して止まりました。なのでチャンネル登録をよろしくお願いします。別にしなくてもいい。